同一対抗馬の本命野村登場。対戦相手の今村は決して相性の悪い相手ではないが、結末は野村健が遠いはどういう走行の、タイヤバリア、まともにその速度減速なく飛び込んでいきました。野村健かなり無残な状態、フロント部分スカイライン相当な勢いがあったということを物語っております。まともに正面から飛び込んでいきました。でもね、飛び出しがね、マスター以上の飛び出しでしたね、角度とスピード。いや、これはちょっとまだ降りることができないという、まともに当たりましたからね、かなり衝撃はあったということだと思います。野村気負いすぎたが、まさかの結末に場内は静まり返る。謝りたいって、ね、謝んなきゃ。あ、野村としてもここはもう体が動けないという状態で今担架に乗せられていると。あ、でもなんとか、まあ、自力でなんとか。大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですね、なんとかね。いや、でも早く連れてってください。はい、野村健選手、この拍手は聞こえるはずです。大丈夫です。